D-1 はアメリカ海軍の潜水艦。D 級潜水艦の一番艦。当初の艦名はナーワルであった。ナーワルは1908年4月16日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港する。1909年4月8日に GC デービソン夫人によって浸水し、1909年11月23日に艦長。 JC タウンゼントタイの指揮下収益する。ナーアワルは、ロードアイランド州、ニューポートを拠点とする、大西洋水雷艦隊に合流した。潜水艦のパイオニアとも言えるナーアワルと、姉妹艦は、ケープコット、ナラガンセット湾、ロングアイランドサウンド、ブロックアイランドサウンド、チェサピーク湾、ノーフォーク沖で活発な作戦行動を行った。その内容は、魚雷発射訓練。 実験活動及び東海岸沿いの巡航が含まれた。ナーワルは1911年11月17日に DE-1 と解明された。1913年1月20日から4月11日まで潜水召艦隊はカリブ海へ巡航し、1914年1月5日から4月21日までメキシコ湾及びフロリダの港を訪問した。 第一次世界大戦中に D-1 は潜水艦の陸民及び主艦の訓練を行い第三海軍艦区での実験を支援した。オーバーホール後 D-1 は1919 19年9月9日に予備役となり新たな潜水艦の陸民の訓練及び実験開発任務を継続した。1921年7月15日に最終駅し通常任務に復帰する。 D-1 は牽引され1922年1月30日にフィラデルフィア海軍造船所に到着1922年2月8日に退役し1922年6月5日に売却された。ありがとうございます。